皆さん、いつも札幌桃系チャンネルご視聴いただきありがとうございます。店長の大阪です。スタッフの伊藤です。いや、この前のインプレッションかなりいい感じだったね。そうですね、はい、すごく良かったです。はい、タミチャレの、はい、前バギーコースで、はい、DT03 でこう走るとか、はいはい、モディファイでこう走るとかやったじゃないですか。はい、やりました。はい、それのタミチャレ版を、はい、ちょっとやってみてはどうかなと思いまして。あ、はい、全然。ライン取りとか、はい、ね、どれだけアクセル入れる抜くとか、はい、その辺をちょっと教えてもらえれば。はい、わかりました。それでは行ってみよう。今回ですね、こちらのタミヤの DA08 を使って、タミチャレのお客様向けにコース攻略をしたいと思います。では走らせてみましょう。まずはゆっくり走ります。ストレートに関しても内側を通るようにしてください。じゃあ普通に走ります。基本的にパワーがありませんので、できるだけコーナーで減速をしないように速度を乗せつつ走るようにイメージしてみてください。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ホームツインサーキットスタッフ伊藤でした。